Okay, I think this is all set up on this side. Hi Nita, I got 6th place in the tournament. Not too bad. I won 4, lost 3. Toggle is slow, normal, fast. Oh, I see. 0 is a toggle for the tech speed. So 3 is the one I won, I think. Right click is tips mode. Yeah, so it has kind of the same thing. Actually, is mouse capture turned on? Let me turn it on. Capture cursor. So this is kind of the same thing as Karo no Shoujo, where it shows the family tree relationships. またお酒をたしなまれましたな。酒は我が友だ。お前に負けぬ友人であり、そしてお前よりも付き合いが長い。
金蔵さん、あんたの体が一見調子がいいのは薬が効いてるからだ。だがそんな強い酒を飲み続けては薬の意味もなくなってしまう。悪いことは言わん。酒は控えなさい。忠告の気持ちだけはありがたくいただいておく。我が友よ、源氏、もう一杯頼む。心持ち薄めでな。南条の顔も立ててやれ。南条？よろしいのですか。Oops. 南條。お前は私の長きにわたる親友だ。今日まで私を長らえさせてくれたことを深く感謝する。私は何も。医者としての忠告など金蔵さんは全く聞いてくれませんからな。お前とて差し間違えた手を待てと言っても聞かぬではないか。ならば愛子というものだろう。親方様。すまぬ。薬は切れても死にはせんが、こいつが切れては死んでしまうでな。南條、正直に話せ。私の命はあとどの程度持つ。さて、どのくらいと申し上げればそのお酒を控えてくれますやら。長くはありませんな。どの程度に長くないというのだ。このチェスで例えましょう。金蔵さんの爪もなかなかですが、私のキングを追い詰めるには至りますまい。普通の患者になら遺言を書くよう勧める頃です。遺言とは何だ南條。私の屍をどのように食い散らかせとハゲタカどもに指南する書き置きなのか。いや違い、遺言は意思を残すことだ。遺産分配のことだけを書くものじゃない。ほう、遺産分配以外に書くこととは何なのか。心残りや、やり残し、受け継いでほしいことや、伝えたいこと、何でもいいんです。受け継いでほしいことや伝えたいことだと。バカバカしい。この後ろ宮金蔵、後に残したいことも伝えたいこともただの一つもないわ。裸一貫で生まれた。そして裸一
艦で死ぬ。バカ息子どもに残したいものなど何一つないわ。もしも訪れる最後が今日だとしても今だとしても、私は何も恐れることなくその死の運命を受け入れようではないか。はいはい、ザタル。Is the game too loud? I can lower the sound a little bit. 全てを築き上げた富も名誉も全てだ。それらは私と共に築き上げられ、私と共に失われよう。Yeah, let me lower it then. Okay, should be better now. 後に残してやるものなど何もないわ。Also, hi, Rector. 何もない。あとは野となれ山となれ、墓も棺にも何も望まぬわ。それが魔女と私の契約だ。A witch? 私が死ぬ時に全てを失う。初めからその約束だからこそ何も残らぬのだ。Hi, Elf. 何も残せぬのだ。We just started. It's like 5 minutes in. The old man's physician is telling him to stop drinking, that he's terminal with something, and asking him if he wants to write a will. だが未練はある。残すものは何一つないが、残したまま行けぬものが一つだけある。それを書き記せばいい。もちろん生きているうちにこなせればそれでいい。だが万一の時、残された者がそれを引き継いでくれる。自分に万一があっても必ずその心残りが解決できるように残していく。それが遺言というものです。遺言？はい、コール。ダメだ、ダメだ、ダメだ。私が生きているうちでなくてはならぬ。私は死ねば魂はすぐに契約の悪魔に喰らわれて消え去ってしまう。 Oh, is it still the old costume on stream? Yeah, it is. Let me copy the most recent one. Spring costume copy.Spring costume paste. And try this one. It is about to be 10 p.m. 死後の世界も安らぎも私にはないのだ。だから全ては私が生きているうちでなければならぬ。だから遺言状など私には必要ない。そのようなものを書く暇があったなら、あったなら私は見たい。 Yep, I'm at GMT time. もう一度見たい。ベアトリーチェの微笑む顔がもう一度見たい。 Beatrice?ベアトリーチェ、なぜに私をこれほどまでに拒むのか。今こそお前に与えられた全てを返そう。全てを失おう。だから最後にもう一度だけお前の微笑を見せてくれ。ベアトリーチェ、頼む、ご賞だ。聞こえているはずだ。お前はそういう女だ。頼む、姿を見せてくれ。いるんだろう。聞こえていながら姿を消し、今もこの部屋のどこかで私を嘲笑っているのだろう。
私の前にもう一度現れてくれ。そして微笑んでくれ。なじってくれてもいい。望むならお前の手で私の命を奪ってくれてもいい。このまま一人で死にたくない。お前への微笑みを再び一目見るまでは絶対に死ねないのだ。ああ、ベアトリーチ、ベアトリーチ、この命はくれてやる。お前にくれてやる。ご賞だ、ベアトリーチ。I wonder if it's actually a witch, if there's a supernatural component, or... Does the video show up fine? I know sometimes OBS has trouble capturing video. Wait, did I write the title properly? I wrote it wrong. It's supposed to be When the Seagulls Cry. When the Seagulls... I'm not sure yet. Kenjima? I'm not sure, but this is... this is from the PS3 port. It had like... It's when they added new sprites and stuff. So, 1986. Hey! 時代ってやつは進歩してんな。たったの20分でついちまったんだから。驚いちまうぜ。大丈夫だよ、バトラ君。船に比べたら全然揺れは少ないよ。おお、ジョージの兄貴かよ。急に勘弁してくれよ。今ので寿命が3年縮んじまったぜ。つうか揺れってなんすか。別に俺は飛行機も揺れんのかな、まさか落ちたりしねえかななんて夢にも思っちゃいないぜ。ごめんごめん、もう小さい頃とは違うよね。あれから6年も経ってるんだし、もうバトラ君も子供じゃないか。じゃあ兄貴はタバコも酒も OK ってかよ。タバコは興味ねえけど酒は飲んでみたいよな。兄貴なんかおじさんの遺伝子あんなら相当飲めちゃいそうだけど。僕の場合は好きで飲むというよりは仕事で飲む方が多いからね。ないない、日本のビジネスは酒抜きでは難しいよ。そうっすよね。Can we see the cross? How do I hide this? H? Nope, it's not H.
Interesting. Both of them have the insignia. This must be the insignia of the family. だから俺も今晩の夕食あたりに初挑戦してみようかなって。ダメだよ。バトラ君はまだ未成年じゃないか。未成年の飲酒は発育に悪影響を及ぼす可能性が。って。こんだけタッパがありゃ、俺の発育は十分っすから。むしろ、ちょいと身長縮めた方が服が探しやすいくらい。180, wow. Yep.They make a point of showing you the name readings because they're all weird. And I don't know if there's gonna be something later that touches back on this or if it's just a random curio. Ushiromiya? Okay, so Battler is 18, George is 23. しかし、バトラ君は大きくなったな。男子3日を渡れば、刮目して待つべしとは、よう言うたもんや。やっぱり近しらね。ルドルフも高校くらいまでは身長そんなになかったのよ。成長期が遅い方が最終的には伸びるのかもね。んなことないっすよ。男は中身も伴わなくちゃ。そうや。バトラ君は分かっとる。Does this old man have the insignia? I don't see it. Oh, because he's not. She's part of the family and he married in. 男は中身で勝負なんや。常に己の鍛錬を忘れたらあかん。そして、腰たんたんとチャンスを待って、ドカンと開花させるんや。わしもまさか今日。会社社長なんて一国一城の主になれるとは思わんかった。そうや、あの無一文の焼け野原がわしの原点なんや。すぐ自分の自慢話に入っちゃうのがたまに傷なのよね。およしなさいな。
バトラ君、耳にタコができちゃってるんだからねえ。そんなことねえっすよでもいいじゃないっすか、語れる武勇伝があるってのは男としてかっこいいことだと思いますよ。俺なんか語るような話は何もないっすからね。あら、そう？バトラ君なんかそのルックスでいっぱい女の子を泣かせてそうだから、さぞかし武勇伝が多そうだと思ったんだけど。オプシー。うわー、あたたたたた。No, no Hades today. My hand was a little achy, so I'm taking a break. あるわけないじゃない。むしろ紹介してほしいくらいっす。あら、あるんでしょ、武勇伝。おばさんにも後で教えてね。ジョージったら、そういう浮ついた話が全然ないんだから。バトラ君、ルドルフさんを見なかった？あ、さっきお手洗いに行くのを見ましたけど、まだ出てこないんすか？こりゃぽっくり行っちまったかな。ナム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 。自分のお父さんにそんな言い方はないでしょ。まあ、あの人のお手洗いが長いのは今に始まったことじゃないしね。ああ、アンニャルは昔からそうです。雑誌持ってトイレに入るのやめてほしいんすよね。何の雑誌持ち込んで何をしてんだか。あら、そんな心配は全然不要よ。私と一緒にいる以上そんなこと一人でさせやしないもの。何の話か、後でじっくり聞きたいっすね。親父め、玉まで握られてグロでも出ないわけだ。握っとかないとどういうことになるかよくわかってるでしょ。いやいや、全く。あのクソ親父の手綱はキリエさんにしか無理っすよ。実の息子の俺も喜んで譲っちゃいますわ。ええ、任せてちょうだい。そういうの得意なのよ。You're not my real mom. So he was 12 when his mom died? What if Beatrice is his mom? なんだよ、親父。えっ、出た出た出た。耳つねんな、耳。また母さんと俺の悪口を言ってたろう。なんでお前には父親に対する尊敬の念ってやつがわかねえんだ。いでで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 。あー、いでよ、クソ親父。俺の耳伸ばしたって空は飛べねえぞ。
ほれほれ。だって、だって、横、横、丸書いて、逆に回して、倍率どんどん、さらに2倍。お父様、失礼なこと言ってごめんなさい。って言ってみろ。冗談じゃねえぜ。あ、そういうのは会員制のお店でやりやがれってんだ。でだから話せって。Technically, when you say my dad, this wouldn't be capitalized, right? It's only when you refer to him in the whatever you call this. Yep, here it is. Rudolph.こらこら、ルドルフ、息子に乱暴してるんじゃないわよ。で言ってよ、姉貴。エヴァ姉さん、そのくらいにしてあげてください。同じ分、後で反対の耳を私が引っ張って伸ばしておきますので。あら、ごめんなさいね。キリエさんの引っ張る分も残しておかなくちゃ。ルドルフ、後でたっぷりキリエさんにお仕置きしてもらいなさいね。で、コナミくん、たく、姉貴こそ弟いじめもいいとこだぜ。I think it was a few directions short of the Konami code. 秀吉兄さんもこんな姉貴を拾ってくれて本当にありがとうございます。兄さんの寛大さがなかったら今でもまだ売れ残ってますよ。弟として申し訳ないです。誰が売れ残るって。ルドルフ、側頭部直撃だと一発で混沌するわよ。この間演舞でミスって相方泡吹いちゃったんだからね。いやいや、足癖の悪い姉貴で本当に申し訳ないです。わしには兄弟がおらん。だからエヴァとルドルフ君のじゃれ合いを見とると胸がポカポカしてくるんや。兄弟や家族はほんまにええもんやな。ほんま。あら、ジョージ君に弟を作ってあげるという話はないんですか。もうジョージ君も立派な大人になって手も離れたでしょうから、次の子がいてもいいでしょうに。おいおい、キリエ、生まれてくる子の苦労も考えてやれよ。よくこの性悪姉貴から生まれて、ジョージ君はあんなにもまっすぐ育ってくれたもんさ。本当にジョージ君は偉いな。うちのボンクラに今度爪の赤を分けてやってくれよ。そんなことないわよ。エヴァ姉さんの教育が間違ってなかったから、ジョージ君はあんなに素直ないい子になったんだから。ですよね、姉さん。あらあら、そんなどうかしら。うちのジョージもまだまだ頼りなくって。
そうそう。それよりお宅のエンジちゃんはどんな具合なの？吐いちゃったって聞いたけど。そうやそうや。久しぶりに顔が見れると思って期待してたんやで。大丈夫なんか？いつも季節の変わり目に風邪をひくんです。どうも弱くって。本当は連れてきたかったんですけど、今回は私の実家に面倒見てもらっています。それが賢明よ。本家の毒気に当てない方が治りは早いもの。大人の都合より子供の病気の方が大事よ。わしな、白風邪に大きく薬知っとんや。帰ったらすぐ送るさかい、使うてくれや。ありがとうございます、秀吉兄さん。いつもお世話になりっぱなしで。Successor, maybe? まだ天候調査中がなくならないね。ちょっと天気が怪しいものね。また台風か。親族会議が毎年10月ってんじゃ。これは宿命だぜ。もうちょい時期を選んでくれりゃいいのによ。どうかね。Father looks like a yakuza.私もお盆の時期にやってくれればっていっつも思うわよ。ならルドルフ、それ今回の会議でお父様と兄さんに提案してみる。冗談。姉貴が言えよ。俺が何を言っても兄貴は聞かねえよ。いやよ、私は別に10月でも困らないもの。So there's another uncle. ルドルフが台風が嫌だからって言うから提案したらって言っただけよ。俺は台風が来るのはいつものことだなって言っただけだろ。お盆の時期がいいって言い出したのは姉貴だぜ。あら、去年ルドルフも言ったわよ。お盆の時期なら仕事のスケジュールとも合わせやすいのにって言ってねえだろ、そんなことよ。言ったわよ。私そういうのは絶対忘れないもん。いや言ってねえよ。言ってんのはいつも姉貴だよ。知ってる？寸止めって高等技術なのよ。ちっ、いい年した女がはしたないことばっかしてんじゃねえぜ。普段は父親や母親として振る舞っていても、こうして親族会議で元の兄弟に出会うと子供の頃の自分に戻っちゃうからだろうね。と冷静に分析できるジョージ兄貴の方がずっと大人に見えるぜ。俺は将来あんなクソ親父みたいにはなりたくないに。なるなら兄貴みたいな知的な大人になりたいもんだぜ。僕かい？僕なんかまだまださ。社会経験が全然足りないし、社交性も度胸も足りない。バトラ君にはそれらのいくつかがすでにあるように思うよ。だからきっと成人したら僕なんかすぐに追い抜いちゃうさ。A business emperor?
to the max. おーおーおー、ローザさんやないか。マリアちゃん、久しぶりやの。久しぶり。マリア、お久しぶりです。でしょ、言ってごらん。おお、お久しぶりです。そうや、よく言えたな。ご褒美に飴玉あげような。おっとっと、あれ、どこにしまったんや。ローザさん、お久しぶりです。マリアさんもお久しぶり。ご無沙汰してます、キリエ姉さん、秀吉兄さん。と、あら、バトラ君、大きくなったわね。いやあ、今日は会うたびに言われてて恥ずかしいっすよ。おう、ローザ、遅かったな。飛行機がダイヤ通りだったらギリギリってとこだったぜ。ごめんなさい、列車の接続がうまくいかなくて。なに、また天候調査中なの。ぼやかないぼやかない。船で6時間も揺られるくらいなら飛行機でほんの30分の方がずっとマシよ。たとえ1時間余計に待たされたって全然早いんだから。マリアちゃんも大きくなったで。今身長いくつあるんや。身長いくつあるんや。この間の身体測定でいくつって出たっけ。これでも少しずつは伸びてるんですよね。え、うん、去年よりもずっと成長したと思いますよ。今年で9歳でしたっけ。9歳。うん、そうだね、9歳だね。マリアちゃんも元気そうでよかった。よいしょ、うん、もう高い高いをするにはちょっと重くなってきたかな。うわ、ジョージ兄貴、そりゃレディに失礼だろ。俺、俺がやってやるぜ。高い高い。Okay, so 6 years ago was also when his mom died, wasn't it? So, I guess the last time they met was at the funeral? Maria-chan, 覚えてる? Batora-kun よ。一緒に遊んでもらったの忘れちゃった?無理だろ。最後にバトラと会ったのは3つの時だぜ。3つの時の記憶なんか残ってねえよ。
マリア、バトラお兄ちゃんよ。ルドルフおじさんの息子さん。わかる？兄さんの息子さんが。I really wish they would have localized this. Like, what's a Rudolph Nissan? She's saying Uncle Rudolph. Why don't you just say Uncle Rudolph? Like, keeping this weeb stuff is just, it just makes it more confusing to read. Also, all these ellipses, do you really need 1, 2, 3, 4 ellipses? 4 ellipses? Come on. Nissan が息子さん。Ni or Oni? What? Maria-chan, 彼はバトラ君。僕と同じいとこだよ。正治お兄ちゃんと同じ？Processing, processing. バトラ？いとこ？おお。そう。よくできたね。俺がバトラだ。よろしくな、マリア。バトラ。こら、マリア。呼びつけじゃダメでしょ。バトラお兄ちゃんと呼びなさい。いいっすよ、ローザおばさん。細かいことは気にしないっすから。まあ、マリア。俺とお前は名前を呼びつけ合う仲だもんな。I mean, I guess these small scenes would sound kind of weird, but whatever, like, who cares about this? Batara! 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 Oh yeah! Maria! 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 Ooh! 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 Hi, Merit, this is you.1便の搭乗をこれより開始いたします。ご搭乗のお客様はカウンター前の白線前に2列でお並びください。ロザ、搭乗手続きまだだろ。
急げ急げ。いけない。マリア、いらっしゃい。はい。それではこれよりご登場となります。名簿をお読み上げいたしますので、前方の座席右側から順に右左、次の列の右左と詰めてお座りになってください。 Well, interesting. This is just like the reading order in Japanese. When it's vertical text, it's top to bottom, right to left. それではお読み上げいたします。後ろ宮秀吉様。わしからか。はい、そうだ。エヴァ、飴玉あるか。さっきから探してるんだが見つからないんや。後ろ宮エヴァ様。ハンドバッグの中よ。機内に入ったら出すわ。俺の席窓際だといいな。大丈夫だよ、窓際席しかないもん。後ろ宮ジョージ様。はい、大丈夫だよバトラ君、あんまり揺れないから。後ろ宮バトラ様。兄貴、あんまりってどのくらいだよ。船から落ちても泳げるからいいが、飛行機は落ちたらそれでおしまいなんだぜ。もちろん客席にはパラシュートがあるんだろ。え、ねえの。後ろ宮ルドルフ様。ほらバトラー、感動してねえでとっとと奥行け。行って親父。押せって、パラシュートがねえんだよ。後ろ宮キリエ様。ほら、仲良くじゃれてないの。進む進む。いてえよキリエ、押すなって。Like father like son. Like father like stepmom rather. ボンクラが進まねえんだよ。後ろ宮マリア様。進む進む。後ろ宮ローザ様。こらマリア、静かにしなさい。こちらは機長の川端です。本日は新東京航空201便をご利用いただき誠にありがとうございます。新島空港までは約20分のフライトの予定です。上空の気流が乱れているとの報告が入っています。多少の揺れがあるかもしれませんので、離陸後もシートベルトは外さないようにお願いいたします。兄貴、シートベルト外しちゃいけない揺れってなんだよ。じゃあ僕なら離陸後はシートベルト外せるぜ。それが外しちゃいけないってどんな揺れだよ。くそ、騙された。何が揺れないだ。パラシュートはどこだよ。やっぱり俺は船が良かった。RIP BATTLER。Legend of the Golden Witch. Some crispy kerning on that font. Is this like a cinematic? Jessica, have we seen Jessica? Oh, I think we're gonna meet her up next. Spoilers.Kinzo Kraus, Eva, Natsuhi Hideyoshi, Rudolf Rosa Kirie, Shannon,
っぱ船だよな。Let me check the family tree. It's supposed to be options, maybe? Nope, not options. System? There we go. So, his dad, the aunt, cousin. So wait, he's just meeting his father and stepmom again? Shady business. Oops, spoilers. I probably shouldn't be reading this. Fune. Ochiru! Ochiru! Maria, mou ii kagen ni nasai. Demo iigai ne. Batora-kun, tekkiri kowai mono nashi da to omotte da kara. Koitsu.昔から乗り物がなぜかダメでさ、二言目には落ちるだの沈むだの、情けない男だなおめえは。うる、ありゃ、さすがに揺れすぎだろう。小型機乗るのは初めてだったからちょいと答えちまっただけだぜ。あの大騒ぎでちょいとなの。バトラ君とは海外旅行を一緒に行くと賑やかそうね。おばさんとエジプトとか行かない？ Are we visiting the canal? The boat? 14時間も飛行機に乗れるわよ。いい提案ね。バトラ君、エヴァ姉さんに少し鍛えてもらいなさいよ。それにしてもおかしい。こらこら、人間誰しも得て増えてはあるもんや。そない笑うたら悪いで。はいめ。父さんも笑うのは悪いよ。ほら、マリアちゃんももう笑っちゃダメ。もう笑っちゃダメ。Hey. Oh, so it's an. So they had to take an airplane, and now they're taking a boat.There's Jessica. Oh, it's such a good day! Yeah, Jessica chan, it's a good day. Say, また伸びたんじゃないかい？よしてくれよ。毎年言われんのは恥ずかしいぜ。おいおい、兄貴、嘘だろ？こいつが本当にJessicaなのかよ。ってことは、ジョージ兄さん、このデカブツ。バトラなのかよ。
よー、ジェシカ、なんだよお前、嘘だろ、なーに女みたいな格好してんだよ、なんだよこれ胸かよお前にも胸なんかできたのかよ、もませろもませろい、ふざけやがれ、私は花も恥じらう18だぜ、髪だって伸びりゃ出るとこだって出るぜ、てめえに揉ませる胸なんぞあるもんかい、バトラこそなんだよ、バカみてえに図体だけでかくなりやがって、知った腕力ついたのか、ざけんじゃねえ、あれからどれだけ鍛錬積んだか思い知らせてやんぜ、うぜえぜ、返り討ちだ。Yeah, we also have to play Alcana. I bought it a while ago. The one with the flying things, flying sports. I mean, Jessica isn't as weird as Battler, but okay. Nope, not a demo, it was a full game. Bought it on release. マジになってんだよ、いっててて、おいおいおい、全然力入れてねえぜ、ジェシカお前貧弱になっただろう、うるせえぜ、こっちとら女やってんだ、いつまでも腕力で男に勝てるわけねえだろ、まあそりゃそうだよな、俺が腕につけた分の肉をお前は胸につけたんだもんな、俺の腕とお前の胸ならちょうどいい力比べになりそうじゃねえのか、だからお前に揉ませる父はねえ、それよりお前こそどうなんだよ、身長以外にも他のところちゃんと大人になったのか、バカやめろ、いやん、この野郎お嫁に行けなくなる、変なとこ触んないで、人様が聞いて誤解すること言うんじゃねえ、やれやれ、乾杯だぜ、乾杯、こりゃもう私じゃかなわねえな、そんなことないよ、バトラ君にもきっと弱点はあるよ、 Oh poop, did I change the scene on OBS? I didn't, so we're watching with pathetic 30fps ね、マリアちゃん、Thankfully, it's a visual novel. ちょっとバカよせマリア、それは内緒にしような、落ちる、なんだそりゃあいにくだがこの弱点はジェシカにはもう晒さないぜ、何しろ悪夢の空路はもう終わっちまったんだからな、あとはのんびりチャボチャボとお船の旅さ、あのオンボロ漁船がこれほど恋しくなるとは思わなかったぜ。あ？ジョージ兄さん、こいつ頭どうかしたのか？すぐにわかるよ。すぐにね。これはこれは。Okay, so, so I've played up to here.Just a little bit of the conversation with this. I think she's a maid or something, a servant. Batora-san も大きくなりまして。Batora-kun,
覚えてるかい？ほら、お手伝いの熊沢さんだよ。熊沢のばあちゃんは忘れねえぜ。何しろこの6年ちっとも老けちゃいねえぜ。むしろ若返ったんじゃねえの？最近はお肌がピチピチしてきちゃって、ほら胸もますますに大きくなっちゃいましたんですよ。揉んでみます？ご冗談。俺が揉みたいのはピチピチした姉ちゃんの胸限定だぜ。私とて若い日にはそれはピチピチしておりましたよ。ほらほら、ぜひどうぞお揉みくださいませ。ひょー、勘弁してくれよ。若い姉ちゃんだ、若い姉ちゃん、熊沢のばあちゃんじゃねえよ。おいおい、よせよ熊沢さん。監獄に半分足突っ込んだ人がはしゃいじゃいけねえぜ。若い方とじゃれるのが何よりの若返りの薬ですよ。熊沢さんが迎えに来るなんて珍しいじゃない。どういう風の吹き回しかしら。用事を頼まれるといつも腰痛になるあなたが。Lumbago? What's a lumbago? Lumbago. Muscle pain, lower back. エヴァ様は相変わらず手厳しゅうございます。急なお買い物がありましたもので、そのついでに皆様のお迎えをしようと思いまして。もっとも、お迎え待ちの老いぼれのお迎えでは景気も悪いでしょうが。Mr. Vocabulary. ますますにお元気なようで。そうだ、これ前に話してたお茶です。ほら、買ってきました。後で飲んでみてください。いやあ、相変わらずお元気そうで何よりでな。あれから背中の具合はどないでっか？薬を飲んでもちっとも良くなりませんで、こればかりはお医者様ではどうにもなりません。不治の病っちゅうもんですわ。それにしてもジェシカちゃんはますます美人になったな。夏日姉さんに似てよかったぜ。そうですか？私的には全然似てないつもりなんですけど。つうか親には似たくないです。尊敬してないんで。こら、そんなこと言っちゃダメよ。それにしても親に似たくないって言ってる人が多いわね、うちの一族は。あ、それ俺。
バカ言え。お前こそ俺に似るんじゃねえ。お前の鼻が似ててムカつくんだよ。何言ってんのよ。呆れるくらいそっくりよ。あなたのお父様もね。おいおい、そりゃねえだろ。俺のどこが親父に似てるってんだ。傲慢で偉そうなところとかそっくりよ。あんたと兄さんは特にお父様の血が強いわね。ねえローザ。ええ、まったく。クラウス兄さんもルドルフ兄さんも信じられないくらいお父様にそっくり。クラウス。おいおい、参ったな。なんで俺だけ女どもに集中砲火なんだ。秀吉兄さん、助けてくださいよ。いやいや、ルドルフ君はいっつも女性にモテてるな。羨ましいで。相変わらずモテモテでお羨ましいことです。それでは皆様、お船の方へお乗りくださいませ。さあさあ、マリアさん、一緒にお船に乗りましょうね。一緒にお船に乗る。みんなも一緒に乗る。おや、もう今度は怖くないぜ。波で揺れるのは慣れてるしな。あのオンボロ漁船の場合、揺れて怖いってよりエンジンがぶっ壊れて漂流するんじゃねえかって方が怖いぜ。そうだバトラ君、言うのを忘れてた。あの漁船はだいぶ老朽化してたんで数年前に引退したんだよ。今は他の船が島まで運んでくれるんだ。ああ、そっか。バトラは新しい船が初めてなんだな。快適だぜ。すっげえ速いんだ。何しろとんでもないスピードが出るんだからさ。ほう。ってことは船旅の時間がさらに短縮されたわけか。そりゃ素晴らしい。何しろ飛行機よりマシとはいえ、沈没の危険にさらされる時間が少しでも短くなるってんだから、こりゃ極めて素晴らしいぜ。バトラはまた落ちる落ちる。そりゃ飛行機の時だけさ、もう大丈夫だぜ。何しろ船長自慢の改造高速艇らしいぜ。だいぶいじってるらしく、プロペラは高性能のが4機もついてて、最高速度は40ノットを超えるとかなんとか自慢してたな。いつも自慢されるんで覚えちまったぜ。僕も毎年聞かされるんで覚えちゃったよ。船長は昔外国の漁船と速度比べをして負けて以来、so、スピード改造に取りつかれちゃったんだってさ。 We've all been coming here yearly except for Battler. It's what it sounds like. Seems like they all know each other. They've all been coming together. I guess it's because Battler was living with his grandparents.その時の相手は漁船なのに30ノット以上も出せたんだってね。その雪辱の念が結実してスカッと爽快な超高速改造艇の誕生となったわけさ。バトラもきっと気に入るぜ。おいバトラー、島までは泳いで行った方がいいんじゃねえか。バトラー君、柵からあんまり身を乗り出しちゃダメだよ。落ちちゃうから。落ちる落ちる。チクショ、さっきからみんながニヤニヤ笑ってたのはこれだったのか。揺れる揺れる揺れる、落ちる落ちる落ちる。
ちたら海じゃねえかよ。溺れちまうぞ。パラシュートだじゃねえぜ。浮き輪はどこだ。ライフジャケットをくれ。なんだよバトラー、おめえそれ何の真似だよ。ジェシカちゃんもマリアちゃんもいじめちゃ悪いって。バトラー君も怖いなら甲板に出なきゃいいのに。船内ならもう少し怖くないと思うけどな。そいつはノーサンキューだぜ兄貴。海難事故の犠牲者はいつも船内なんだ。生存者は大抵事故時は甲板なんだぜ。だから俺はここにいる。でも揺れる、落ちる。マリア、よしなさいったら。でもバトラ君、本当に苦手なのね。船長さんに速度を落とすように言ってきてあげるわ。ロザワさん、ありがとう。海の上でも安全運転、徐行運転、指差し確認。ダメよローザ、青年には試練も必要なんだからねえバトラ君。これくらいへっちゃらで克服できちゃうわよね。Yeah, I was thinking about it too. It's gonna come up later. じゃないとおばさんとエジプトに行けないわよ。 Maybe the writer's just long-winded. They like to really flash out scenes. エヴァ、おばさんの意地悪。落ちる。ライフジャケット、パラシュート。いやひっくり返して考えるんだ。敵の狙いは何だ。俺をこうして怖がらせることか。そいつが狙いなら甘いぜ。ビビってなんかやるもんか。落ちる。これくらいならなんとか。さっきのは生きた心地がしなかったぜ。さっきは力比べで負けたけどよ、もっと重要な部分で負けてなかったことが分かって私は嬉しいぜ。いやしかしくっそー、好きなだけ笑えよ。いつか弱点を見つけ返して、てめえの胸揉みつぶしてやるぜ。見つけられたら考えてやるぜ。ふぅ、バトラヘロヘロ。ああ、バトラヘロヘロだ。海も空もごめんだぜ。俺は陸の上で死にたいさ。バトラ君、船長が罪滅ぼしにってドリンクをサービスしてくれたよ。飲んで一服しないかい。落ち着くよ。ああジェシカ、クラウスおじさんと夏日おばさんは元気なのかよ。親父とおふくろ？残念ながら元気だぜ。
二言目には勉強しろ勉強しろってうるせえけどよ、秀吉おじさんとかルドルフおじさんとかそういうこと言わなそうだから羨ましいぜ。とんでもない、僕も受験を控えてた頃はいっつも受験受験って言われてたよ。うるさくも思ったけど今は感謝してるよ。はあ、やっぱりジョージ兄貴は人間ができてるな。ちなみにうちは絶賛放任中だからな、何にも言われないぜ。まあ言われたって聞かねえけどな。ほう、バトラさんはまだご実家には戻られておられないのですか。うん、まあちょくちょく戻るようには。まだ服とかだいぶ前の家に残してるんで。おお、バトラお家が2つある。まあな。どうしてどうしてお家が2つ。マリア、ほら船着き場が見えてきたぜ。ほらあれ見えるか。船着き場見えた、船着き場見えた。I see. もうすぐ着くね。So something his dad did related to her death, and Battle is still upset with that, I guess, and that's why he went to move in with his grandparents. 失礼しました。年寄りが余計なことを言ってしまったようで、お気に障りましたら。気にもしてないし、触ってもないぜ。気にすんなよ、熊沢のばあちゃん。Oh, I wonder if that's it. Yeah, because the timing also matches up. 6 years, 6 years. That was confusing me. I see. Okay, that could make sense, maybe.どれどれ。おお、見えてきたな。6年ぶりでも記憶と寸分変わらない島影だぜ。ロケン島。Jima is Shima from Island, so it's Rockin Island.
how big is the island? Yep, this is like the thing we were talking about the other day. どうしたんだよ、マリア。何か落としちゃったのか？どうしたの？何がないんだい？僕も探してあげるよ。何？ん？確かさ、この辺の小さい岩の上に鳥居みたいなのがなかったっけ？そうだ、確かにあったぜ。島に近づいてくると最初に迎えてくれる目印みたいなもんだったからよく覚えてるぜ。へえ、バトラすごいじゃねえか。6年ぶりなのによく覚えてるもんだぜ。あったね。僕も思い出したよ。鎮守の社と鳥居みたいなものが岩の上にポツンと立ててあったよ。そういえばないね。去年は確かにあったと思う。ないない。大方波か何かでさらわれちまったんだろう。小さい岩だったしな。だいぶ風化で脆くなってたんだろうさ。私もそうだと思ってるんだけどよ。なくなっちゃったのはこの夏のことなんだよ。なんでもよ、ある晩に大きな稲妻が落ちてお社を砕いてしまったんだとか、鎮守様に落雷があるなど、これは不吉の兆しに違いないと。くわばらくわばら。不吉の兆し。よせよ熊沢さん、マリアはそういう冗談の通じない年頃なんだからさ。大丈夫だよマリアちゃん、偶然だよ。何も怖いことなんか起きないよ。不吉、不吉。
リア、そんなに何度も繰り返してたら本当に不吉がやってきちまうぜ。ふう、不吉来る。来るってどこからさ。大丈夫だよ、マリアちゃん。天気は今夜くらいには崩れるかもしれないけど、明日には良くなって綺麗な青空になってるよ。おお、綺麗な青空。おお。そう、明日になれば綺麗な青空になるよ。止まない雨はないし、晴れない雲だってない。おお。止まない雨、晴れない雲。ふう。確かに台風が近づいてるけどよ、すぐに過ぎちまうって。大丈夫さ、マリア。I wonder, like, if so obviously with all this foreshadowing, they're not just gonna be there the weekend.But how long can they be there? Like, well, what's like a reasonable time for a typhoon to stay around? I imagine it's gotta be only like a few days, right? Is the whole story gonna be just in the span of a few days? Uh-oh.源島はその昔。熊沢さん、その話はなしにしようぜ。それは申し訳ございませんね。ここの風は年寄りには応えますんで、ちょっと失礼させていただきます。もう到着だそうやないか。おお、もうちょいやの。今日はのんびりスピードだから時間がかかってもうたわ。誰のせいやねん。うわ、秀吉おじさん、もう勘弁してくださいよ。もっと言ってやってください。たく、バトラのせいで時間かかりすぎだぜ。
マリアちゃん、何も怖くないよ。だって僕たちが一緒だもの。一緒だと何も怖くないんだよ。言ってごらん。一緒だと何も怖くない。うん、一緒だと何も怖くない。うん、そうさ、ジョージの兄貴の言う通りだぜ。俺たちが一緒にいるといつだって何だって絶対に怖くねえんだな、ジェシカ。ああ、間違いないぜ。ジョージ兄さんの言うことはいつも本当だよ、マリア。ふう、ジョージお兄ちゃんはいつも本当。うん、僕は嘘をつかないよ。だから信じて、みんなと一緒にいれば何も怖くないんだよ。ふう、ジョージお兄ちゃんは嘘をつかない、信じる。みんなと一緒にいれば怖くない。ふう、怖くない。ふう、みんなと一緒だからもう怖くない。ふう、ああ、そうだぜ。もう平気みたいだな。マリアは強いな。偉いぜ。ふう、マリア偉い。なんや、どうしたんや。マリアちゃん、船酔いだったんか。ん？まあ、そんなとこです。もうじき着きますね。Finally we arrive. It's 10 p.m. Oh, 10 in the morning. Okay.お嬢様、お帰りなさいませ。だいぶ遅かったので心配しておりました。うん、心配ありがとう。ウドの大木が怖がっちゃってよ。それで徐行運転だったってわけ。マジでうぜえぜ。うるせえ。いつか逆の立場になったら覚えてろ。皆様、長旅お疲れ様でした。奥様、お手をどうぞ。ありがとう。お久しぶりね。ゴーダさんもお元気？ありがとうございます。おかげさまで毎日元気にお勤めをさせていただいております。バトラ君はゴーダさんとは初対面じゃない？確か6年前はお勤めじゃなかったですよね。はい、ですのでバトラ様とは初めてご挨拶させていただきます。はじめまして、バトラ様。ああ、俺もタッパには多少の自信があったんだが、でっけえ人だな。紛れもなく初対面だぜ。こんな大男あったら絶対忘れないさ。どうもはじめまして、バトラス。お待ち申し上げておりました。一昨年から後宮本家にお仕えさせていただいております使用人のゴーダと申します。
ぞよろしくお願いいたします。何かご用命がございましたらいつでもお申し付けください。郷田さん、お久しぶりです。ジョージ様、ご無沙汰をいたしております。お手をどうぞ。あんた相変わらず大した接客のプロや。もし食に困ったらいつでもわしに声をかけるんやで。いつでも雇ったろ。これは身に余る光栄です。どうぞお手を、秀吉様。Yeah, it is kind of weird. There's lots of backgrounds. Backgrounds for scenes that seem to go by really fast. I wonder if they're gonna move around the island a lot. なんだかさっきから違和感があると思ったら、海猫の声を聞いてないぜ。海猫？ By the way, 海猫 is sea cats. I guess the Japanese call seagulls sea cats. 鳥の子？どうしたの、バトラ君。ああ、ローザおばさん。いや、別に。ウミネコの声が聞こえないんで、なんか寂しいなーって。あら、そういえばそうね。いつも賑やかなのに、今日はさっぱりいないわね。ああ、どうしてウミネコいない？ウミネコたちも今日はよそで集まりがあるからかな。マリアもウミネコ見たかったの？うん、見たかった。なんだってこうもまるっきりいねえんだ。ジェシカがみんな焼き鳥にして食っちまったんかな。ほう、物騒なこと言うんじゃねえ。マリアが勘違いするだろ。ジェシカお姉ちゃんが焼き鳥にした、焼き鳥にした。してないしてない、そんなの私がするわけねえだろ。そうだそうだ、ジェシカが焼き鳥にしたんだ。皮につくねにレバーにネギマン。皮にくつねにレバーにネギマン。違うよ、マリアちゃん。野鳥って天気や気圧の変化に敏感なんだそうだよ。今夜あたり天気が崩れそうだしね。スエ、早めに引き上げてるのかもしれないね。ほう、焼き鳥じゃない？ジェシカお姉ちゃんが焼き鳥にしたんじゃない？違う違う、私はそんなことしないって。ほら、バトラも嘘だったって認めろよ。バトラ君、マリアちゃんは素直な子だから、そういう冗談でも真に受けちゃうんだよ。冗談も
少し選んだ方がいいよ。マリア、今のは冗談だ。ウミネコたちは今日はすでおとなしくしてるってさ。バトラは嘘、ジョージお兄ちゃんは本当。ああそうだそうだ、ジョージ兄貴が言ったのが本当だ。天気が悪いんで今日は引き上げたんだろうよ。いなくなったわけじゃないんだぜね、おばさん。そうよ、明日以降天気が良くなったらきっと戻ってきてミャーミャーと声を聞かせてくれるわ。 Okay, so they're expecting the typhoon to be over overnight, so... うん、天気良くなって戻ってくるの待つ。明日まで待つ。天気良くなるまで待つ。ジョージ君は小さい子の面倒を見るのがうまいわね。保育士さんでも勤められるんじゃない？なあ、ジョージ兄さんの転職っぽいぜ。私的には社長室でビジネスってより、そっちの方が兄さんのイメージだぜ。まさか、保育士さんは立派なお仕事だよ。単なる子供好き程度に勤まる仕事じゃないね。本当にジョージ君は謙虚ね。でもバトラ君も子供のあやし方が上手よ。さっきはほんの少しの間だけど、マリアとっても楽しそうだった。これからも今みたいに遊んであげてね。 This really is a bit long-winded. 冗談は選んでだけどね。おいローザ。 Okay, that's a good point to save. Let me save. How do I save? System? Save. Bam. And I'll stop here for now.I'm gonna take half an hour break and then it's draw time. So, see you guys then.